今年ヴェルディの生誕200年なんですね。でみんな200年、でもあの人によっては200年って何の200年なの、生誕なの、死後なの、何なのっていうふうになると思うんですけど、でそういうところからやっぱりヴェルディの今年は生誕200年です。そして彼の最後のオペラはファルスタッフです。そしてこの今年ちょうどそのファルスタッフの初演から120年目なんですね。でそういういろんなことが重なって、まあ、このファルスタッフをあの上演しましょうというあのことにはなったわけだけれども、でもファルスタッフって聞いて、あれはヴェルディが書いた少ない喜劇の中の一つですよねと言っても、じゃあ一体どこがおかしくて、どういうところがあのどう何を楽しんだらいいのか、でそれをあんまりご存じなくて見てらっしゃる方の方が多いんではないかなって私は思ったのね。っていうのは私自身の経験から言って、ファルスタッフが本当に面白いなって思えたのは、私が実際に演出助手をやったり、あの中に本当に入り込んで、あこうだったのか、こんなに面白いのかっていうのが分かった時なんですね。で私昔あの歌を歌っててやっぱりメグの役をやったりしてたんですけれども、そうやって一生懸命ほら歌手っていうのは自分の役ばっかりやるでしょ、勉強して自分の役ばっかりで、それで自分が歌ってもちっともわからないで、この内容がだから楽しさも本当にわからないで終わってしまった。だからお客様にこれ本当にお伝えするにはどうしたらいいんだろうっていうことをまず考えたわけですね。そして分かっていただくためには、別にオーケストラがなくても大きな装置がなくても、役者たちが本当に、役者っていうのは今歌手だけれども、その本当に自分の役を理解して、そしてしっかりと演技をする、これはもう本当はイタリア語ではインテルプレタツィオネって言うんだけれども、その役柄になりきって自分も楽しみながらその演技をしていく、そしてお客様を巻き込んでいく、そうした時に皆さんが全員が楽しめる楽しいオペラになるんじゃないかなと思ったんですね。でそれこそがヴェルディが望んでいたことって言いますのは、あのヴェルディは喜劇をこの一生のうちで2本しか書いてないんですよね。でそのうちの1本っていうのはあのジョルノ・ディレーニョといって彼の第2作目の作品なんだけれども、この時彼はあの人生のものすごい悲劇にちょうど落ち込んでいた時なんですね。子供は2人とも疫病で死んでしまって、その後奥様も亡くしてしまって、それでものすごく沈んでいる時にこの喜劇を書かなくてはならなかった。ところがその喜劇はもちろん大失敗に終わるわけです。で彼はもう本当に絶望して、作曲家の道を諦めようっていうところまで行ったわけだけど、彼は最後に言うんだけど、でもやっぱりいつかは喜劇を書いてみたかった。でそれは後で、まあ、ボイトとの、あのアリゴ・ボイトという彼の今台本作家なんだけれども、彼も非常にあの素晴らしい音楽家で、あのたくさんメフィストーフェルだとかネローネだとか作品書いてますけど、彼はものすごくヴェルディにもうあの浸透して、そして彼の作品を手助けするっていうか台本作家としてもう本当に彼に身を尽くしていたわけだけれども、でその彼との知り合ったきっかけもあって、彼はこの喜劇をもう一回書こうとしたわけだけれども、でその時に彼はいつも毎回言ってたのが、もう私にとってオテロが最後の作品だと。でもその時78歳ですかなってたわけだから、もうこれで最後だと、オペラを書くのはもうこれで最後だって言ってたんだけれども、彼の心の中ではもう40年間温めていたその着想、なんて言いますか、構想と、それからやっぱり喜劇も書きたいという気持ちはあったわけね。でそれを分かったボイトの勧めもあって、二人の書簡集っていうのがありますけれども、あのボイトはあのマエストロきっと書き上げられますよって励ますわけだけれども、彼はでも自分のこの年になったら一体どこまで出来上がるかわからないからって言って、結局内緒で書き始めるのね。これ全然リコルディにも言わないで、そしてあの内緒で始めたことなんだけど、でその時にヴェルディが、私は今までお客さんのためにいっぱい作品を書いてきたけども、この作品は私自身のために書くっていうふうに言ってらっしゃるわけで、そこのところが私はとてもあの感動的で、そうかと思ったわけね。そして彼はじゃあ何を思ったかって言ったら、本当にこれ室内楽的な、室内オペラ的な作品に仕上げて、
生徒の小さい劇場でやろうとしてるわけだから本当に最初の構想としてはオーケストラの編成もものすごく小さいしそんなに大々的なことオテロのような大々的なことも考えてないわけねだからじゃあできるってこうコーラスもね本当に人数も少ないしだからじゃあ今回そうどこまで近づけるかやってみようじゃないのっていう話になってそして、まあ、今一生懸命お稽古をしているところなんですけど合唱もいませんしオーケストラもありませんし舞台装置もありませんしなんかとってもオペラを公演する条件ではないんだけれどもそこでやりましょうというのが今回の一つのなんていうの歌い文句でもあり目標でもありだけどお客様ご覧になってくださいお聞きになってくださいきっと最後にはああファルスタッフってこういうものだったのこんなに面白かったのああここでこの人が騙したつもりが騙されるわけねこっちもまた騙したつもりが騙されるわけねでそれが分かった時にあ面白かったってこうなったそうしたらば今度この内容が分かれば現代演出なんか全然読み替えの演出そういうものを見てもでも話の筋が分かってるから楽しんでいただけるそういうふうになんか一つオペラ入門編みたいなそんな形で上演できたらいいなと思ってるんです。